開設者挨拶、上田市立産婦人科病院開設者、上田市長土屋陽一よりご挨拶申し上げます。本日は上田市立産婦人科病院閉院式を挙行いたしましたところ、公私ともにご多忙の中、大変多くのご来賓の皆様にご臨席を賜りまして厚く御礼申し上げます。上田市としまして、周産期医療体制は昭和27年に現在の上田市中央に助産施設を設置したことから始まっております。昭和43年には常盤木に上田市産院を開院し、それ以来の44年間で2万人以上の新生児が誕生しております。そして平成24年4月には上田市立産婦人科病院としてこの場所に新築移転し、12年が経過いたしました。新市上田医療センターの隣接地であるこの場所に移転した経緯につきましては、当時の上田地域における周産期医療を取り巻く状況から、基幹病院である新市上田医療センターとの連携を強化し、上田地域のお産を守っていく体制を整備してまいりたいという思いから移転をいたしました。そしてこれまで上田市立産婦人科病院では4148人の新生児の誕生に携わってまいりました。しかし近年では少子化等を背景とした分娩件数の減少により経営状態の悪化が継続していることや、上田市単独での安定した医師確保が極めて困難な状況から、上田市立産婦人科病院の経営の在り方や地域の周産期医療について研究するための組織を立ち上げ、令和3年11月に新市上田医療センターとの医療機能の再編集約による安全安心な周産期医療提供体制の構築を進める上田市立産婦人科病院の在り方方針を策定いたしました。在り方方針の策定に際しましては、本日ご臨席の運営審議会の皆様と地域の医療従事者の皆様をはじめとする在り方研究会の皆様には熱心なご審議をいただきました。この場をお借りして心より感謝申し上げます。新州上田医療センターとの医療機能の再編集約にあたっては、市立産婦人科病院の医師確保の状況や経営状況等の改善等の問題だけでなく、この地域で安心してお産ができる体制を整備していくことを主として考え、協議を行ってまいりました。協議の結果、医療機関と行政との役割を明確にし、連携しながら地域全体の周産期医療体制の充実を図るために、新市上田医療センターへ医療機能を集約し、今年度末をもって上田市立産婦人科病院を閉院することといたしました。上田市立産婦人科病院の閉院により、地域内のお産取扱施設数は減少となりますが、新市上田医療センターでは集約に伴う医師の増員や設備整備を進めていただいており、地域内でのお産取扱件数を減らすことなく、十分な受け入れ体制が確保されております。今後は、ハイリスクな分娩にも的確に対応できる新市上田医療センターを確保とした、地域全体でお産を守っていく体制がスタートいたします。市といたしましては、今後も関係機関と連携しながら、加速する少子化や医師不足等の問題に対して、医療の安全と持続可能な周産期医療の提供体制確保に努め、この地域で子どもを産み育てたいと感じていただけるまちづくりを進めてまいります。結びにあたりまして、これまで上田市立産婦人科病院の事業に際しましてご指導をいただきましたすべての皆様に感謝申し上げると ともに、本日ご臨席いただきました皆様の今後のますますのご健勝をご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。令和6年3月26日、上田市長土屋陽一、
本日は誠にありがとうございました。それではここで上田市立産婦人科病院の歩みにつきまして映像とともにご紹介させていただきます。ナレーションは上田市立産婦人科病院総市長塚田看護科長が行います。それでは前方のスクリーンをご覧ください。本日は大変お忙しい中当院の閉院式にご臨席賜り誠にありがとうございます。上田市立産婦人科病院総市長の塚田です。よろしくお願いします。上田市立産婦人科病院は平成24年に開院し、これまで地域のお母さんに寄り添ったお産や診療に努めてまいりました。当院の建設整備に至った背景について少し触れさせていただきます。当時の上田地域の周産期医療を取り巻く環境は産科医師不足や偏在化を原因として、平成19年には地域の基幹病院の産科休止、分娩を取り扱う民間医療機関の減少により、比較的高度な周産期医療については地域外の医療機関において対応する状況でした。この地域での安全安心な周産期医療体制の継続のため、上田市として基幹病院と旧上田市産院との集約により、大学病院からの医師の継続的な派遣を受ける体制を築くために、一度は旧上田市産院の閉院を決定しました。この決定に対し、赤ちゃんに優しい病院として母乳育児など母子に寄り添った医療を提供してきたことから、旧上田市産院の存続を求める多くの声が寄せられました。地域内で分娩を希望するすべての方に対応できない状況や、将来にわたり安定した医師の確保が困難な状況が続く中で、上田市では可能な限りのお産を取り扱うとともに、地域内の周産期医療体制を確立するため、老朽化していた旧上田市産院の移転新築を進め、平成24年4月1日に現在の上田市立産婦人科病院を開院し、以降地域のお産を守るために大きな役割を果たしてまいりました。写真は旧上田市産院の移転にあたり利用者の皆様との記念写真です。しかしながら少子化等による分娩数の減少により経営状態の悪化が続いていることや、上田市単独での安定した医師確保は極めて困難なことから、上田市立産婦人科病院の在り方方針を策定し、関係する皆様や市民の皆様から多くの意見をいただく中で、信州上田医療センターへの集約による閉院を決定しました。分娩を取りやめた後のスタッフステーションです。これまでの上田市立産婦人科病院の歩みにつきまして、スライド2で紹介させていただきます。上田市立産婦人科病院は昭和27年1952年、上田市中央北大手に助産施設として設置されました。戦後の母子衛生をいち早く守るためでした。昭和32年1957年、乳児院が併設されました。昭和43年1968年、上田市常盤木に新築移転します。新生児床7床を含む27床を整備しました。平成24年3月までに22,529人の新生児が誕生しました。当院は母乳育児を推進しており、平成12年2000年 WHO 世界保健機構とユニセフ日本母乳の会が推奨している赤ちゃんに優しい病院ベビーフレンドリーホスピタルに認定されました。全国で17番目でした。一時は閉院とも考えられましたが、平成24年2012年、地域医療再生計画にのっとり信州上田医療センター隣接地に
新築移転しました。竣工式にはたくさんのご来賓が参列され盛大に行われました。上田市立産婦人科病院の理念は、女性の健康、母と子の幸せと健やかな子どもの成長のため、質の高い医療、助産、看護サービスを提供し、赤ちゃんに優しい病院として安全安心な妊娠・出産・育児を支援、また女性専門の産婦人科病院としてライフサイクルに応じた女性の健康を守るというものでした。当院は2階は外来受付、オープンカウンターにし、青と青色の藍色のベースに落ち着いた雰囲気を大切にしました。このカラーは原田泰治氏のデザインです。産科外来と婦人科外来の診療スペースを別々にし、女性に優しい診療スペースとしました。毎朝朝礼を行います。朝の挨拶唱和から始まり、チーム一丸となって診療に当たります。プライバシーの保護に努め、温かみのある診療を目指しました。産婦人科医師は生まれた時からライフサイクルに応じて寄り添います。上田市立産婦人科病院には医師、助産師、看護師のほかに薬剤師、栄養士、検査技師、医療事務と大勢のコメディカルスタッフが働いていました。すべて女性のスタッフでした。当院は出産される方がほとんどですので、母乳に良いとされ、見た目にもほっこりする献立を提供しました。自慢の献立です。退院前夜、お祝い膳を提供しました。当院は1階をエントランス、多目的室など地域の方々と交流施設する施設を、2階は外来診療、3階を病棟、分娩、入院施設としました。入院する病室は洋室と和室を設けました。和室の個室はご家族が面会に来られた時に大変好評でした。感染症の流行時には面会をお断りすることもありました。こちらは授乳室、沐浴室、手術室、分娩室です。当院は陣痛、分娩、産後2時間を一つの部屋で過ごす LDR を取り入れ、産む人主体のお産に取り組みました。夫や家族が立ち会いました。分娩は啓智図分娩と帝王切開分娩とあります。24時間体制で赤ちゃんとお母さんの安全安心に努めました。当院はお母さんと赤ちゃんが終日同じお部屋で過ごす母児同室でした。お母さんがシャワー浴するとき、休息を取りたいときなど、新生児室でお預かりしました。平成9年から出産後のお母さんたちに
一言書いていただいたノートです。令和4年までに56冊になりました。私たちの宝物です。医師と看護スタッフ、お母さんと赤ちゃんのために毎日カンファレンスを繰り返しました。令和2年2020年新型コロナウイルス感染症、赤ちゃんとお母さんに優しい病院も家族には優しくできませんでした。貴重な経験でした。院内感染防止対策のためお母さんは一人で入院し、分娩退院するまで家族との面会ができない状況が長く続きました。いろいろな方法を考えてやっとガラス越しの面会ができるようになったのは令和4年2022年1月のことでした。無事出産され退院の日、スタッフみんなでお見送りです。よく頑張りましたね。出産後もお母さんと赤ちゃんの様子を見させていただく産後健診、母になっていくお母さんたちを心から応援させていただきました。出産後から数ヶ月過ぎた頃、赤ちゃん同窓会を開催しました。お産の時とはまた一段と輝きを増したお母さんと赤ちゃんに会えるのがとても楽しみでした。お母さん同士の交流の場ともなりました。少しでも楽しんでいただこうとスタッフ手作りの寝相アート、中学生の職場体験学習として中学生が体験に来ました。将来の医師、看護師、助産師になってくれるといいなと思いながら体験していただきました。令和5年3月分娩の取り扱いを中止しました。上田市長よりお言葉をいただきました。半数以上の看護スタッフが退職、移動となりました。平成24年、令和5年3月までに誕生した新生児は4148人。産婦人科病院で誕生した子どもたちとその家族、思い出作りを楽しみました。1月27日、ピアニストの高橋貴子さんによる母と子のふれあいコンサートを開催しました。開放感あるエントランスホールから病院中にピアノ協奏曲が響き渡りました。とても素敵な高橋貴子さんでした。これで上田市立産婦人科病院の歩みを終わります。ご清聴ありがとうございました。院長挨拶。閉院にあたり上田市立産婦人科病院院長
徳平厚氏より本日ご臨席の皆様にご挨拶申し上げます。たくさんの方に来られてありがとうございます。私、上田市立産婦人科病院の院長、徳平厚氏と申します。本日は講師とも本当にご多忙の中、また足元悪いにもかかわらず、多くのご来賓の皆様にご臨席賜りを厚く御礼申し上げます。私が当院の院長に就任いたしましたのは令和3年4月からとなりますが、令和2年3月から常勤医として勤めておりましたので、通算4年1ヶ月この病院で勤務させていただきました。もう先ほどの歩みのスライドを見たのはちょっと胸が詰まって、ちょっとうまくしゃべらなくてすみません。当院は先ほどその歩みでもご紹介いただきましたように、前身の上田市産院として44年間、でこの上田市立産婦人科病院として12年間、公立病院として長い歴史があり、皆さんから愛された病院ではなかったかと感じております。その長い歴史の中で最後の院長になったということは、何かしら医師生活の中でも貴重な経験であったじゃないかなと思っております。当院の基本理念と申し上げるのは、先ほどから申し上げているように、女性の健康、母と子の幸せと健やかな子どもの成長のために、赤ちゃんとお母さんに優しい病院として、医療助産看護サービスを提供することでございます。これまで医師と看護スタッフはいつでも母親や赤ちゃん、ご家族に寄り添う応援者として医療の提供に取り組んでまいりました。コロナ禍におきましても、立ち会い出産の中止、出産後のご家族の面会は扉越しになるなど制限はございましたけれども、看護スタッフはそのような状況の中でも、いかに心に寄り添った支援ができるか、創意工夫し対応を行っていただき感謝しております。本当にありがとう。この地に当院を開院してからは、信州上田医療センターとの連携が強化されたことにより、より一層安全な医療を提供することができました。しかし近年は当院の医療確保の課題から医療の安全を最優先に考えまして、ハイリスクな出産に関しましては事前に他の医療機関に紹介されるを得ないという状況となっておりました。医療の安全を確保するためには、産科医師の人数だけではなく、小児科とはじめとする他科との連携が非常に重要となります。また出生数が減少する中でも、周産期医療の核となる基幹病院がこの地域に存在することも重要となると考えております。そのために体制整備を行うために当院は変異いたしますが、当院の医療機関集約についてご理解とご協力をいただきました信州上田医療センターに対しまして、当院最後の院長として心より感謝を申し上げます。またこれまで上田市立産婦人科病院の医療提供における連携、ご指導ご協力いただきましたすべての皆様に感謝申し上げるとともに、本日ご臨席いただきました皆様の今後のますますのご健勝をご祈念申し上げ、挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。以上をもちまして、上田市立産婦人科病院閉院式を閉式いたします。ありがとうございました。